よし、行こう。はい、どうも、翔平 TV です。本日はですね、先日撮影をしたんですが、うどんとみかんのみかんくん、草野球プレイヤーもとくん、そしてガッチンの M&M のむさしくんと野球をしたんですが、その時のキャッチボール映像を少しご紹介したいと思います。オープニングに関しては、割愛してますが、エンディングですね、みんなで撮影してますので、最後までご視聴よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてコラボをしています、うどんとみかんと草野球プレイヤーもとくんの YouTube のチャンネル、下の概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。それではどうぞ。こういう草系ホームはミックスならないっていう、でも実際ミックスになるのって投球みたいな、そうだね、これでかかった、あー、そうね、こういう時スマップがないと思う、こういう時の感覚やもんな、いかに投げることが難しいか、なんか、ここまでゴロ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 ゴ
はい、というわけで、オープニングなしで動画撮りましたが、キャッチボールしました。で、今回はこちらの3人の方に来てもらっています。自己紹介お願いします。草野球プレイヤー元です。はい、そしてどうも、日本代表の本田圭佑です。そして誰か何か言うてくれる。いつも言ってくれるからさ。はい、そうですね、うん。はい、M&M の武蔵です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そんな感じでね、今日はこの4人で動画を撮ってきます。はい、で、今日はこれで終わりなんですけども、次回、何本か、面白い撮影をするんで、こうご期待ということで、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムもやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。